はい、ノーズです。今回紹介するのはエゴ忍者号のマットキングドラゴン71713です。部品の袋は3つで、パーツは286個、シールシートは1枚で、説明書が1冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグはデジカイ、デジロイド、そしてウナガミの3体です。デジカイ何度も紹介してますんで、もう簡単にいきましょう。武器ですね、コントローラーパーツの束になってて、そこにクリアパーツの刀身が刺さってるというか取り付けた状態ですね。で、背中には刀2本刺してます。で、そこから出てるこのクリアパーツの HP ゲージみたいなやつ、これはこんな感じで取り外すことが可能です。マスクの下はこの顔、さらに後ろはこんな感じの顔になってます。デジロイド、デジカイと基本的には一緒です。武器がちょっと違ってますね。コントローラーの柄の部分一緒なんですけど、刀身の形が変わってます。まあ、個人的にはこの組み合わせの武器が一番かっこいいんじゃないかなと思います。デジロイドはほとんどこの武器を持ってますね。で、後ろの部分 HP ゲージ同じように取り外すことが可能です。マスクの下の顔ですけど、このデジロイドの顔ともう一つ普通のロイドの顔がついてます。で、ウナガミです。まあ、おそらく敵のボスキャラ的な存在じゃないかなと思いますね。で、このウナガミがついてるセットですけど、先日紹介した71711キルベルスと、71712マットキング神殿についてました。で、このセットも合わせて全部で3つのセットにウナガミついてるんじゃないかなと思います。で、このセットが一番安くなってるので、まあ、安くウナガミを手に入れたいなという人は、このセットを購入されたらいいんじゃないかなと思いますね。ただし、このセット、他の2セットにはついてた武器がついてません。結構かっこいい武器持ってたんですけど、それがついてないので、まあ、そこだけは注意した方がいいんじゃないかなと思います。顔を見ておきましょう。この顔はこんな風に笑ってる顔になってるんですよね。で、後ろがかなり怒ってる顔になってます。まあ、イメージとしてはこっちの方がそれっぽいんじゃないかなと思いますね。それと上形セットとしてキータナとそのホルダーがついてます。キータナをブスッと差し込んでる状態になってますね。ホルダーは一つのオレンジのクリアパーツにハテナシールがついてる状態です。このハテナはね、アニメ見てみないとどういう意味なのかちょっとよくわからないですね。で、キータナ自体はこんな感じの武器になってます。これかっこいいですよね。刀身部分は取り外すことはできません。さっきのこの武器、これロイドの武器ですけど、まあ、これと同じぐらいすごくかっこいい武器になってるんじゃないかなと思います。まあ、このシリーズのポイントの一つだと思います。はい、ちなみにウナガミに持たせてみるとこうなりました。これなかなか様になってるような気がしますね。
そしてマットキングドラゴンです。なかなかかっこいいドラゴンですよね。あの大きな翼はないので歩くタイプのドラゴンなのかもしれないですね。サイズ感見ておきましょう。全長は約38センチ、かなり大きめのドラゴンだと思います。で、横幅が約14センチになってます。では各部見ていきましょう。個人的にはこの頭がこのドラゴン一番かっこいい部分じゃないかなと思います。まあこうやってね見ていただいたら分かる通りすごくドラゴンらしい頭してますよね。目の部分はプリントパーツです。これ先日のキルベルスも同じような感じの、プリントになってましたね。で下の部分下顎をこうやって開けることができます。赤いクリアパーツが使われてますよね。ですごいなと思ったのがこのパーツですね。これねエンジンパーツなんですよね。よくシティとかでね登場しますけど車のエンジンパーツです。これをここに使うというのは本当にびっくりですよね。鼻がこう前に向かって狭くなっていく感じをよく表してるんじゃないかなと思います。こうやって使ってるともうこのためのパーツといっても過言ではないですよね。ぴったりのパーツになってると思います。本当によくできてると思いました。でその後ろの部分クリアパーツの角みたいなのがあります。これ角度変えることが可能です。上下さらに、サイドにもこうやって振ることができます。もちろん反対側も同じですね。上下サイドに動かすことが可能です。それから首の部分ですね。頭との付け根はボールジョイントになっているのでこのままくるくると回したりすることもできますし、上下に動かすこともできます。ここは結構自由な動きをさせることができますね。胴体のところの関節は、カクカクする関節になってます。まあその分しっかりしてますよね。なのでまあポージングとしては結構いろんなポーズ取らせることができるんじゃないかなと思いました。でその後ろ胴体部分なんですけど背中の部分に、まあ、操縦席と言っていいのか分かりませんけどミニフィグを立たせられるようになってます。で操縦席の前の方には操作パネルみたいなのがあります。これはシールになってます。でここなんですけどゲームのコントローラーの、方向キーみたいなやつがついてますよね。まあ、この辺りはやっぱりゲームの世界だなという感じがしました。でこのスペースに胸紙を立たせられるようになってます。胸紙自体は座らせることができない仕様なので、こうやってそのまま立たせることができるというのはいい感じですよね。でその前のこのクリアパーツこういう風にすれば風防として使うことができるようになってます。はい、前から見るとこんな感じになります。ちょうどこの風防パーツの真ん中のところに胸紙が入ってるような感じになってますよね。これなかなかかっこよくできてるんじゃないかなと思います。今回はね胸紙立たせましたけどもちろん他のミニフィグを立たせることも可能です。でその操縦席両サイドにスタートシューターがついてます。タンマパーツオレンジ色のクリアパーツがついてますけどこれを取り付けた状態で上のこのグレーの部分を押し込めばこんな風に連射することができます。打ってみた感じとしてはだいぶなんか操作しやすいなという気がしました。では続いて前足見ていきましょう。まあレゴ忍者号のドラゴンといえば大抵ねこの辺りに大きなこう翼がついてるような気がするんですけどこのドラゴンはその翼がありませんね。まあ、おそらくこの部分が、翼が退化したとか、そんな感じなのかなと思うんですけど実はこれの下のところにこんな感じのブースターみたいなノズルみたいなやつがついてるんですよね。なのでこれもしかしたらこれ飛べるんじゃないかなと思いますね。アニメの中でどういう風に登場するのか分かりませんけど、まあ、ここを使って、飛ぶことができる仕様なのかもしれません。まあ、そういう意味では翼はないですけど、飛ぶドラゴンというような感じなのかもしれないですね。でその前足の胴体との関節はカクカクするタイプになってますね。まあ、これはこれでいいんじゃないかなと思います。でその前足、足首のところの関節はボールジョイントになってて、まあ、これは結構自由に動かすことができますね。でこの爪のところこれスケートの、ブレードのパーツ使ってるんですけどこれよくできてますよね。ここの部分をこんな風にちょっと角度調整することができるんですけど足4本とも全て同じ仕様になってるやつがついてます。これなかなかよくできてるんじゃないかなと思いました。
続いて後ろ足です。胴体との関節はさっきと一緒ですね。カクカクするタイプになってます。まあ、あの忍者号のドラゴンって大抵後ろ足ちょっと小さめになってますよね、それをそのまま踏襲してるのかなという感じがしました。で、足首はさっきと一緒です。ボールジョイントになってます。全く同じ仕様になってますね。そして一番後ろ尻尾ですね。関節が 1,2,3,4 箇所あって全てボールジョイントになってますんで、結構自由な動きをさせることができます。前の3つは全て同じ仕様、一番後ろだけ刀がついてる仕様になってますね。まあ、このパーツがあるので結構、全長が長くなってるかなという感じがします。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、翼はついてないんですけど、スタートシューターの、パーツのところ、ボールジョイントになってますんで、そこに自分で翼を取り付けてもいいんじゃないかなと思います。それはそれで結構かっこよさそうですよね。で、そのままだったとしても結構かっこいいドラゴンになってるんじゃないかなと思いました。このセットのパーツ数は286個です。以上、レゴ忍者号のマットキングドラゴン71713を紹介しました。ナオズーを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズーマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。